貝割れ工場ってバイトをしたことがあって。貝割れ工場、はい、でも目の前にたくさんあるしお腹減ってるんで、それはもちろん食べますよね。もちろんじゃないですよ。その今の株の資金はもう本当貝割れでできてると言っても過言ではない。そう、もう全然貝割れ、ほぼ貝割れ。でもいろいろ自分は向いてないなって思ったことやっぱたくさんありましたね。もうそれはやっぱり自分が向いてないと思うことも見つけれるっていうのがバイトの一つの経験としていいことなのかなと思うので。未来を作るバイトの話、今回のゲストは獲得総利益100億円を超える投資家のテスタさんです。よろしくお願いします。お願いします。100億と聞いて、あ、そうなんですよ。今年ね、はい、あの利益が総額100億になったんですけど、でも20年やってるんですよね。20年、はい、もう20年コツ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 やってきて、ようやくなんで、全然大したことはない、はい、大したことありまくりですよ。20年なんで、あれなんですけど、はい、いやいやいや、でもそもそも投資を始めたきっかけっていうのは、テスタさんは何だったんですか？まあ、本当20年前になるんですけど、まあ、本当本屋さんに行って、その時ちょうどデイトレードっていうその、まあ、株式投資の、まあ、1日で取引を終わらせるやり方があるんですけど、はい、まあ、そういう言葉ができた時ぐらいだったんですね。で、そういうちょっと手法が流行ってた時で、本屋さんにそういう本がいっぱい並んでて、はい、で、まあ、僕はそれを1冊読んで、結構家にいてそのパソコンカチャカチャやるだけでなんかすごいリスクがなく勝てるとか書いてるわけですよ。ほう、本に。そうなんですよ。だから、あ、じゃあこれが一番いいなと思って、で始めてみたんですけど、まあ、やっぱりなかなかそのやっぱ本みたいに簡単ではなかったんですけど、はい、まあ、それでもまあやってるうちに、まあ、ちょっとずつ上手になっていってみたいなとこはあります。されてましたか？いや、僕ね、高校生の時に実は貝割れ工場ってバイトをしたことがあって。貝割れ工場、はい、貝割れって3日ぐらいでできるんですよね。3日ぐらいでできてもう出荷になるんです、種から。そうなんですか、早いですね。だから仕事としてはこの1回2回3回みたいなのがあって、もう種はあの機械がバーってやってくれるんで、はい、それをもうひたすらこの広大な敷地に並べていくっていう作業、今日は1回で次の日は2回、その次の日は3回で、3日経ったらまた戻ってみたいな、これを永遠とずっとやってるので、基本的にはもう運んでるだけなんですけど、もう本当ずっと運んでましたね。じゃ、同じ作業を繰り返すという感じですか？そうです、もう本当にずっともう運んで運んで、そう、あと高校生だったんで、すごいバイト中お腹がすごい減るんですけど。そうですよね。でも目の前貝割れしかないんでそうですよね。そうなんですよね、まあ、食べてはいたんですけど。食べてはいたんですか？何回か食べてはいたんですけどえ、それは、やってる最中に。でも目の前にたくさんあるしお腹減ってるんで、それはもうもちろんあの食べますよね。もちろんじゃないですよ。あんま良くないんじゃないですか、バイト中。もそのバイト中はやっぱりいかに食べるかっていうのはバイトの本部としてだとしたらなんでお弁当やった方が良かったなって今となって思うんですけど、なんですかね、あれは。そう、確か友達がバイトしてたから、高校生だったんで、高1とかだったんで、とりあえずバイトやってみたかったんですね、はい、うんうん、なのでそのバイトをやってみたいって友達に言ったら、まあ、自分やってるからいいよ、あのおいでよって言われて。紹介するよ。めちゃくちゃ緊張するわけですよ。その面接とかあるじゃないですか。初めてのバイト、ね、初めての面接なん でめちゃくちゃ緊張して行ったわけですよ、うん、で面接、この社長の息子さんがなんか仕切ってたんですけど、社長の息子さんとこの1対1で面接になった時に、一言目がそのに聞かれたのが長靴のサイズだったんですね。目新しいですね。そうなんですよね。だから、あ、受かったんだと思いました、ね、そういうことですよ ね、 すね。だって働くための靴のサイズですもんね。そうなんです。だからもう人で足りてないんだなっていうのはそこでまあ直感で分かったんで面接はそれと、いつから来れるしか聞かれなかったので、2問だけですか？長靴のサイズといつから来れるだけだったんで明日から来れますと、はい、って言って帰ったんで、もう結構緊張した割には、まあ、簡単だったんですけど、まあ、そこから貝割れの人生が始まって。貝割れの人生。そうです、そうです。まあ、でも食べてたっていうのも、でもあれですよ、あのなんか落としたらやっぱり
出荷できなかったりするんですよ、ね、だからそういう落ちたやつをちょっと食べてただけで、はいはいはい、出荷するやつは食べてないですよ。それだったら怒られちゃう。なるほど、もう出荷できないものを、そうです、落ちたやつを落ちたって言ってもこっちは大丈夫ですからね、上の方は。そこをこっちはダメだけどこっちは食べれるから、はい、それはもったいないじゃないですか。もったいないですね、確かに。遠かったんですよ、めちゃくちゃ。どのぐらい？チャリンコで1時間半ぐらいかけて行ってたんで。遠すぎませんか？そうなんですね、気づいたんですけど、同じ地域に友達も住んでて、その友達が行ってるからって言ってんのに、はい、友達やっぱ原付だったんですよね。早い、めちゃくちゃ早かった。早い、それは。友達はビューンって行くんですよ。それはいける。なので僕だけめちゃくちゃ遠かった。えらい違いですね。やっぱ夏、春は耐えれたんですけど、はい、夏はもう暑いわけですよ。たどり着くまでにもうバイト終わったぐらいのこの疲れが汗だくで来てるわけですよ。なのでこれも夏休みの間に、あ、これはもう無理だなって、あのこれはもう続けていけないなって思ったんで、はい、まあ、そこでまあ終わったんですけど、でも最後の方はもう本当引き止められましたからね、僕は。やめないでくれた。そうです、もう本当にもうプロになってましたから、かいわれ見て、あと2時間だなとか、そのえそ出荷まで、そうです、時間単位で分かるんですよ。え、ま、そんなに違うものなんですか？そうなんですよ、もう本当時間単位で伸びるんですよ、かいわれって。だからあと3時間置いときましょうとか、この指示できるようになっちゃったから毎日見すぎて、もうバイトリーダー的な。長さが、だ、長さ決まっていますからね、あの箱というかあれに、あの透明のパックに入れないといけないから、ちょうどの長さがあるんですよ、ちゃんと。ちなみに何センチになったらいいんですか？だいたいこれぐらいです。だいたいこのぐらい。もう目で分かる。目です。目分量で。そうです、もうそんな測ったりしないです。プロですね。分かったんで、すごい引き止められたんですけど、真面目に言ってたんで、やめてしまったんですよね。ちょっと遠いですと。まあまあ、でもまあいい経験にはなりました、ね、それバイト代稼いで原付買おうとはならなかったんですか？はい、そこまでのバイト代にならなかったですからね。やっぱり当時やっぱ時給が、700円とかだったから、はいはい、700円か650円とかそんな時代だったんで、はい、何に使ったんですか？初任給とか。やっぱゲームですね。ゲーム、ゲームが好きで、ゲームセンターにずっと行ってたようなあれだったんで、まあ、友達とみんなでもゲームセンターに行って遊ぶのがすごい好きだったから。へー、どんなゲームにハマったんですか？やっぱ対戦格闘ゲームがすごい好きで、うん、でもそれは本当今の仕事にもすごい生かされてると思ってるので。人とやるじゃないですか、うん、人とやる方がコンピューターとやる人とやる方が楽しいか ら、 だから同じ性能の2人が戦って、もうどっちも技のミスとかしないってなったら、もうあとは戦術とかその心理戦になってくるんですね。だそれって実は株の世界でも結構通じてて、株取引って結構勘違いされやすいんですけど、取引なんで自分が株を買う時っていうのは誰かが売ってる時なんです、ね、うんうんうん、自分は株は上がると思って買ってるわけじゃないですか、はい、でもその一方で売ってる人はこれ以上株が上がらないと思ってるから売ってるわけなんです、うんうん、取引なんでどっちかが正解でどっちかが間違ってるわけです。その後株は上がるか下がるかするわけですから、はい、毎回毎回こう実は人との戦いだったりするんですね。バイト代で使ったゲームセンターでの、そうです、相手の心理を読むとかそういうふうに考えるっていうことを含めて、これが今のになってるので。だから僕のその今の株の資金はもう本当買い割れでできていると言っても過言ではない。そう、もう全然買い割れ、ほぼ買い割れ。その買い割れ工場をやる中で大変だったこととかってありますか？でもいろいろ自分は向いてないなって思ったことやっぱたくさんありましたね、もうそれはやっぱり全然みんな仲良かったたんですけど、でもやっぱその人とのコミュニケーションが自分的には誰とでもみんな和気あいあいするタイプでもなかったので、うん、なんかお昼休みとかお弁当の時間は結構一人で食べてたりとか、まあ、友達と二人で食べてたりと か、 だから誰かと誰かがちょっと仲悪くなったりと か、 なんかそういうのも全体の空気的にしんどいなって感じたりとか、なんかその後みんなピリピリして仕事をしてるのとか、はい、なんかやっぱペイペイだったんでなんか何も言えないし、やっぱ明らかにこっちの方は間違ってるなとか思ってもなんか言わない方がいいのかなとか、なんかそういうのになんか会話を作ること以外のところになんか疲れを感じる日があったりとか、まあ、もちろんそれはあの先輩方によくしてもらって楽しいなと思うこともあるので、どっちもあると思うんですけど、自分は結局やっぱり
一人で何か黙々とやる方が向いてるのかなとも気づかされたので、それも今の仕事につながってるのかなっていうのはありますね。なので自分が向いてないと思うことも見つけれるっていうのがバイトの一つの経験としていいことなのかなと思うので、それは何らかの形で今に生かされているっていうのはあると思います、ね、バイトってやってる時はもうその日その時のことだけ考えてやってたりすると思うんですけど、でも実は将来につながってたりすると思うんですよね。寝てる時間と同じだけ働くぐらいになるわけだから、人生で一番長い時間が楽しいと思うのか普通だと思うのかで豊かさは全然変わってくると思うんですよね。バイトは未来の第一歩、マイナビバイト。